はい、どうもさんこんにちは、のです。今回ですね、一昔前から流行っているゾンビデッキについて説明していきたいと思います。まあゾンビデッキというのは何かというとですね、ドクターライチ、ドクターミュー、ドクターゲルというこちらの3人で編成された、このユニットを使う、まあ不死身のデッキというか、2回復活できる不死のデッキ、これを、一応ゾンビデッキと、まあ呼ばれています。でですね、このユニットの効果なんですが、敵チームの攻撃で KO された時復活チャンスが発動し、入力に成功すると HP1000 で復活する。はい、これがまあ2回使えて、まあ合計で3回ですね、2回倒されても復活して、もう1回倒されないと、ちゃんとした KO にならないっていう、はい、この、まあ、不死身のデッキのことが一応ゾンビデッキと呼ばれてます。耐久がもうものすごく強い、なのでまあ普通のデッキだとね、なかなかまあ勝てないというか、僕もね結構苦手なんですよね、これ。まあ自分自身冒頭にもある通りね、ほとんどこのデッキ使わないんですよ。やっぱキャラクターがそうですね、好きなキャラとかね使いたいし、ね、まあドクター系のキャラクターはそんなに親しみがないんで、あんまりねこのデッキ使わないんですけど、まあ敵で出てきた時とかめちゃくちゃ厄介ですね。でこのデッキの回し方なんですが、まずポイントの一つ目がですね、ユニットは2回重ね掛けができる。これどういうことかというとですね、まず1ラウンド目はユニットを、まあ、基本的に発動できないんで、2ラウンド目この、復讐の地下ユニットを発動、しますよね。で、2ラウンド目で万が一 KO されなかった場合で、まあ、3ラウンド目に行きますよね。そのまま3ラウンド目に行く。で3ラウンド目でもね、またユニットが使えるんですよ。この必要エナジー6個さえあればまたユニットが使えるんで、まあ、また発動しますよね。するとユニットをですね2回発動したことになるんですよ。ユニットを2回発動したことになるということはですね、1回倒されて復活したら、もう1回倒されてもまた復活できるんですよね。なので効果が一応、2回分の復活を蓄えられるっていう、これもね僕が、まあ、最近ゲーセンの友達から聞いた話なんですけど、まあ、2回復活が、できると。なので2回とも使われてしまうとですね、まあ厄介ですね。で、2つ目のポイントとしてはですね、エナジー稼ぎがいないと、このユニットの発動がまず難しいんですね。で、まあ、最近のエナジー稼ぎって言ったら、暗黒仮面王とか的確なアシストのヤムチャ、まあああいうのがいるんで、かなりエナジーは貯めやすくなってるんで、まあこの点についてはね、2枚のうちどっちかもしくは両方いれば、まあ、かなりエナジーは、貯めやすいかなっていう。はい、まあ一応このねエナジー個数が6個って地味に重いのと、エナジー使った後って6個丸々減っちゃうんで、必殺技もね、使いづらくなっちゃうんで、まあ暗黒仮面王とかがいるとかなり安定感は上がります。はい、そしてここからがデメリットです。デメリットその1がですね、ユニットメンバーの気絶が弱点。ユニットメンバーのこの3人が、気絶してしまうとですね、ユニットがまずそもそも発動が、できなくなっちゃうんですよね。エナジーがあったとしても、まあ、ユニットが発動できなければ、まあ、ゾンビデッキを無力というか、はい、なので、この3人を守るような感じで、戦わないと、いけませんね。なので、まあ、サポーターに置いておけば基本的に、まあ、気絶はないんで、サポーターに置くイコール、まあ、的確なアシストの、ヤムチャが輝くと、いった感じで、まあヤムチャあたりはすごくね相性はいいんですが、その代わりね、サポーターに作るっていうことはホイとかもね、必然的に弱点になってしまうので、まあそこら辺もご注意っていう感じです。はい、そして2つ目のデメリットとしてはですね、カメハメハのカードアクションアビリティが、弱点。カメハメハのカードアクションアビリティっていうのはね、はい、こういうやつです。2ラウンド目以降アタック化にすると両チームの攻撃終了時カメハメハモードに突入。はい、ここですね、両チームの攻撃終了時、これがですね発動のタイミングが、まあ、カードアクションアビリティとタッチアクションアビリティ、全部合わせてもこのカメハメハしかないんですけど、これがですね実はゾンビデッキを殺せる、まあ、唯一の CA と、なっております。理由としてはですね、まず、まあ、これが自分チームだとして、まあ、これが敵チーム、で、まあ、自分チームが先行を取って、まあ、敵チームに攻撃しますよね。で、次に敵が後攻で敵チームの攻撃が終わって、万が一ゾンビデッキなんで、まあ、一応やられますよね。で、ユニットで、まあ、復活します。でここで、カードアクションアビリティのこのここ、カメハメハが発動して、倒されてしまうという、はい、これが一応ね、まあ、ゾンビデッキを殺す、
まあ、一つのねやり方といった感じです。はい、まあ、両チームの攻撃が終わったタイミングで、これが発動するので、まあ、復活した後に、カメハメハの、カードアクションアビリティが炸裂すると、なのでこのカメハメハがですね、かなりの弱点になってくるので、ここでですね、まあ、ゾンビデッキにカメハメハ対策で入れておいた方がいいカードとして、はい、こちらの2点をちょっと挙げておきます。まあ、通称ホイタンですね、ホイ&タンバリン。でこの2人がいるとですね、この CA のダメージ自体も下がるの でそうなると、1000、2000とかじゃなくても、1000ダメージ切って何百ダメージとかしかカメハメハで与えられないですね。でそうなると1000で復活した後に、この弱いカメハメハで攻撃されたとしても、やられないんですよ。1000あるから、まあ、300とか200とかしかダメージ受けなければ、まあ、やられない、なのでホイとタンバリン入れておくと、かなり弱点の克服になるかなと思います。ただですね、ホイとタンバリンって最近ね、僕もあんまり使わないんですよ。理由としては、こういうカードが、まあ、増え始めたからですね。まあ、ベルモットは、パワーが100未満の仲間のチャージインパクト勝利時に与えるダメージがプラス2000、はい、これ毎回ですね。で、こういう逆襲の後期、これがですね、戦闘力バトル終了時にパワー100未満の仲間のパワープラス1万、こういうの2枚とか使われちゃうと、いくらホイとタンバリンでパワーをマイナスにしたとしても、プラスに回復されてしまうので、パワーがちょっとでもあればカメハメハでやられる可能性が、まあ、出てくるんで、例えばまあこういうコンボですね、とか、敵が入れてた場合は、まあ完全にゾンビデッキ対策のデッキなんですけど、こういう場合はですね、いくらこっちがホイタンバリン使ってたとしても、まあ、これでやられてしまう可能性が結構高いです。続いてですね、まあ、ゾンビデッキのサブなんですが、まずSR のドクターライチで、SR のドクターミュで、まあドクターギラは何でもいいんですけど、これがですね、奇襲の一手っていう敵のエナジーを奪うアビリティ持ってるんで、まあ僕はこれがいいかなと思って一応ここに入れてます。はい、この3人はユニットメンバーなんで、まあ一応固定だとして、残り4枚ですね、残り4枚入れられるんで、そこでですね、まず先ほど言った、カメハメハが、まあ、すごく弱点になっちゃうんで、ホイ、タンバリンでですね、まあ、エナジー稼ぎとして的確なアシストのヤムチャか、暗黒カメオで、まあ、ラスト、ここでですね、まあ、あと1枠しかないんですけど、まあ、アバターが育っていればアバターカード、まあ、こんな感じですかね。僕が組むとしたらこんな感じかなっていう。であとはですね、耐久面を上げるこういう極炎のゴッドメテオとかですかね。はい、ここら辺があると、まあ、そもそもやられづらくなるんで、まあ、これプラス復活とか合わせたら、まあかなり耐久がね上がるかなっていう。でですね、このデッキなんですけど、火力がすごく低いんで、まあアバターですね、ここがまあ魔人タイプの、エリート、魔人アバターエリートタイプか、フリーズアバターの、ヒーロータイプ、まあそこら辺だとね固定ダメージが強いんで、まあああいうのにするとかなりいいかなっていう。はい、そんな感じですかね。はい、ということで今回は、リクエストの多かったゾンビデッキについて説明してみました。まあ自分は本当にこのデッキあんまり使わないんで、まあ、もっといい編成があったりとか、まあいろんな動かし方があるかもしれませんが、まあ僕の知っている限りでは、以上ね説明させていただきました。それではご視聴ありがとうございました。